松浦市はドローンを活用した新たな物流スタイルの確立に向け、物流大手セイノーホールディングスなど4社と包括連携協定を結びました。松浦市と包括連携協定を結んだのは、物流大手セイノーホールディングスとドローン開発会社のエアロネクスト、通信サービスの KDDI スマートドローン、広告大手電通九州の4社です。目指すのはドローンを活用した地域課題の解決です。松浦市は青島、黒島、飛島の3つの離島に加え、橋でつながる高島、福島、合わせて5つの有人島があります。中でも黒島を含む高島町の人口に占める65歳以上の割合、高齢化率は 49.5% と、離島を中心に高齢化に伴う買い物難民や働き手不足などの課題を抱えています。そこで松浦市が進めているのが、ドローンを使った新スマート物流の確立です。包括連携協定により、セイノーホールディングスが物流のノウハウを共有し、エアロネクストがドローンの機体を提供、 KDDI スマートドローンが操縦士なしでドローンが飛行するシステムを提供し、電通九州がプロジェクト全体をマネジメントします。使用するドローンの機体は最大5キロの荷物を時速40キロで往復20キロの距離まで無人で運ぶことができます。今後各社のノウハウを生かし、ドローンを使った配送の活用を目指します。大きな可能性を感じたのは、自ら着陸して荷物をそっと下ろすことができる。県内でいち早くこれを松浦市が取り組むことによって、共通の課題を県内のみならずこの地域の皆さん抱えてますから、松浦市でビジネスモデルが確立できれば、いろんなところでこの取り組みができると思っています。松浦市は今後もドローン配送の実証実験を重ね、3年をめどに新しい物流のビジネスモデル構築を目指すとしています。